星野久志、星野久志大正六年九月十日は、国史学者、漢学者、東京帝国大学教授。名前を久さし、字は、特典、通称は常太郎、う、号は豊き。越後国艦原郡白根町を生まれ。万、ま、円元年江戸に出て、塩谷桃院について、漢学を学び、明治八年修士事業に参加、明治十四年編集官に任ぜられ、明治二十一年十月。 帝国大学文科大学教授に転任。明治24年8月文学博士の学位を受け、明治39年帝国学士委員会員となり、明治44年史学会表議委員長となる。大正6年、脳出血のため死去。官報第2447号、明治24年8月25日、P258 月14日に文部省で行われた、 学位授与式において、星野は学位承受者総代として、謝辞を述べている。服部俊長辞典自転有名人の死亡診断近代編269ページ、官報第2207号、助人及び、事例1890年11月6日、官報第311号、助人及び、事例1913年8月12日、官報第1937号、 除人及び、事例1889年12月11日、官報第8105号、除人及び、事例1910年6月29日、ありがとうございます。